ANN の安倍元総理暗殺事件の熱造報道。この本日7月8日の ANN ニュースですが途中で映像がカットされ、音声も他のシーンのものと付け替えられています。事件の容疑者を奈良県警がスカウトした山上容疑者に仕立てて、 安倍元総理暗殺事件を政権の介入によりそれとなく終わらせようとする動きです事件が起きた去年の7月8日本来の映像はここに自転車のおじいさんが山上容疑者の捕獲を見に来て 振り返るとき、奈良県警の黒服の警護員とすれ違う前に、明らかな拳銃の銃声が聞こえる映像がありこれがカットされています。そして次の映像ですが、音声と映像が変えられています。ガードレール内の手招きしている女性の声は、警察、警察、警察呼んで、 と叫んでいるのが本来の音声ですよね。看護師さん、看護師さんの音声はこの映像の後の映像の音声でしたよ。これは、あちら側にとって都合が悪いからでしょうね。これだから、テレビマスコミは信用ならないのです。平気で嘘を流して、国民を洗脳するのですからね。 奈良市で参院選の応援演説をしていた安倍元総理が銃撃され死亡しましたこちらがこのシーンの本来の音声です <noise> 声 <noise> 声 本来なら拳銃,の銃声が流れています銃声とこれに対応して何するのよと叫びガードレール内に入り込んだ映像と音声を隠したいのです。こんな捏造報道をテレビニュースや YouTube ニュースとして流されては国民は彼らの思いのままということ。 映像と音声の巧みな付け替え、昨年7月の報道映像を覚えている国民は少ないですから、本当に注意してください。そして、より多くの国民にこのことを伝えなければならないと思いアップしました。拡散のほどよろしくお願いします。